ジャパンストックチャンネルは毎回上場企業経営者をゲストにお招きして、 IR 資料ではなかなか分かりづらい成長の裏側を聞いていく株式情報番組です。はい、本日のゲストは、証券コード448に、東証マザーズ上場ウィルズ杉本さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。っていうか、はい、めっちゃ焼けてませんいやいや、ちょっとねこんがりと、まあ、最近ねコロナの影響でね、はい、もうゴルフのお誘いが多いんですよね。やっぱりゴルフ8月だけでも10回以上行ってますかね、まあ、みんなあれですよね、そのコロナ時期になって、もう夜飲みに行かなくなったじゃないですか、だからそのなんかエネルギーをゴルフに振ってますよね大体。そうですね、まあ、おかげでね周りの人たちみんなスコアものすごい上がってますよ今年のこの春以降、ね、言うても僕も杉本さんなんだかんだ、はい、月1とか2ヶ月1回は行ってるんですけど ね、まあ、はい、毎回上場企業経営者をお招きして、その決算資料で基本的にその数値のこと書いてあるじゃないですか、まあ 当たり前なんですけど、でもその裏側に、まあ、もっとその深掘ったら理由というか、こういうところをちょっと聞いていく番組なんでよろしくお願いします、はい、なんか世の中いっぱい商売あるじゃないですか、はいはいはい、杉本さんが、はい、そのなぜこの、はい、IR のマーケットに事業をやろうかなと思ったのか、っていうのをちょっと聞かせてもらっていいですか。はい、最初1990年代の最初にリクルートコスモスという会社に入ったんですね。リクルートグループの不動産部門なんですけども、入って入社1年目に当時不動産バブルが弾けたんですよ。その時にその前年まで日経平均株価が3万9800円ですね、あのぐらいつけてたんですけども、これがバブルが弾けて2万円台まで急落したんですよ。自分の周りを取り巻く環境が激変して、はい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 、もう給料は下がるわ、ボーナスは出ないわ、同期がもうあちこち出向とかで、もう点でバラバラになって、株価が落ちたらこんなに自分の生活に影響が出るんだって給料も下がってボーナスもないみたいな。そうなんです、まあ、それでその株式の世界っていうものに非常に、まあ、興味を持ったんですね。一番最初の始まりですね。不動産業界っていうのがちょっともう自分無理だなと思って、まあ、リクルートコスモスを辞めるっていう、状況になるんですけども、次インテリジェンスですよね。そうなんです、たまたまこれはリクルートコスモスの、まあ、先輩優先 の社長やってらっしゃいますけど宇野さんが起業した会社なんですね。兄貴そうなんですよね、はい、でここのちょっと門を叩いたら、なんだお前もリクルートコスモスだったのかって言って、あ、そっか、宇野さんもそうですもんね、そうなんですよ。それでぜひ一緒にやろうってなりまして、バリバリの当時ね、まあ、営業を経験させていただいて、人材営業、そうですね、インテリジェンス出身の、活躍してる経営者多いですよね。リクルートの DNA をさらにこう磨きかけた感じなんですよね。代表するは、まあ、サイバーエージェント藤田さんが有名ですもんね。そうですね、一応誰います、ストラエの社長とか、はい、新井さん、はいはいはい、がインテリジェンスの出身、新井さんにも出てもらわないとこれ、そうですね、あとは、ビーンスタルの三原さんとかもそうですね。そうですね、そうですね、ちょっといっぱいいて全部は今出てこないですけれどもちょうどいた頃にある、まあ、大手のそのIR コンサルティング会社の社長を紹介したいっていう話が来まして、会うだけっていうことだったんで、まあ、お会いしたんですね、でそしたらもうその場で来てほしいって言われまして、これもうリクルーティングの鉄板ですよね、とりあえず会うだけみたいな、そうなんです、そうなんですよ、転職するっていうことになったんですね、まあ、そっからの IR のキャリアが一番長いですからね。もう30年ぐらいになりますね。30年、はい、はあ、子供が生まれてもうおっさんですね本当そうですね、もうびっくりしてしまいますけど、でその IR のコンサルティング会社に入って、はいはい、まあ、最初はその上場企業のアニュアルレポートと言われるような、要するに機関投資家向けの年次報告書ですよね、決算の。まあ、こういったもののコンサルをやっていたんですけれども、1990年代後半に入って、金融ビッグワンというのがあったんですよね。でこれは山一が破綻したりとか、北海道の宅銀が破綻したりとか、もう劇的な、まあ、資本市場に変化が、起こったんですよ、まあ、日本 の, その銀行が、いわゆる持ち合い株っていって上場企業の株をたくさん持ってたんですけれども、相互持ち合いってやつですよね。相互持ち合いの時代だった
ったんですが、はい、これがあの急激に崩れ始めて、うん、どんどんその持ち合い株が売られ始めたっていうタイミングなんですよ。それなんでこの解消され始めたんでしたっけ。株価が落ち始めたことによって、うん、銀行が潰れないっていうその神話が崩れたんで、あの相互依存という関係が崩れ始めたんですよ。ああ安全同士と思ってたのに、そうじゃないっていうことになったもんですから、あの銀行とかその生存部が持ってた株がどんどん売られ始めたんですよね。なるほど。でその受け皿になったのが外国人機関投資家と言われる当時人たちだったんですね。その外国人投資家の日本株への持ち株比率が、うん、2桁 10% を超えたのが新聞の一面に出たのを今でも覚えてるんですよ。これはだからその関係者にとっては劇的なあの変化だったんですよね。黒船来襲的な、おっしゃる通りですね。まあそんな感じだったんですね。見てみましたね僕今。いや素晴らしい、さすがですよ日本の株式市場の株主構成の過去50年の変化、うん、これを表しているのが物語っているんですが、めっちゃ勉強になる。濃い、ブルーというか紺のラインですね、はい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 、これが外国人持ち株比率なんですよ。でこれが今現在日本株に対して約3割 30% 保有してるんですけども、この1990年代の後半ぐらい見ていただくと、うん、10% をここで超えてくるんですね、うんうんうん、それまでは 10% 以下だったんです。なるほど。影響力低かったんです。95年から超え始めるんですよね。そうですそうですそうです、うんうんうん、外国人の持ち株率が急激に上がってきたのに対して、この個人のラインを見ていただくと、うん、ずっと下がり続けてるんですよ。本当だ。あとあの信託銀行って書いているこの薄い水色のラインですね。はい。でこれが、うん、あのいわゆる国内の機関投資家で、うん、ここ15年ぐらいはあのほとんど変わらないというか同じ水準で来ているという状況なんですね。この円グラフが、うん、今現在の東証全体の時価総額とその内訳を表しているんですけども、あの東証全体の時価総額って今あの600兆円前後で推移していると、うん、はいはい、でそのうち外国人が174兆円約3割保有しているんですね、うん、日本の国内の機関投資家はそれより少なくて、この信託銀行っていうのがだいたい128兆円ぐらいなんですよ。でさらに少ないのが個人投資家、うん、97兆円という、まあ、この構成になっていて、であと残ってんのが事業法人金融機関で、これいわゆる持ち合い株ははははははまだあるわけですね。まだある、うん、まだある、まだこんなに持ってるっていう、うん、まあ、これが日本株式会社のまあ縮図なんですよ、うんうんうん、日本のマーケットっていうのはもうだから外国人が動かしてるって言われるのはね、この構成が物語ってますね。で今後どうなっていくかっていうと、うん、日本の企業は外国人にこれ以上持ち株比率が持たれることを好まないっていう、3割持ってるわけですから、これが5割とか増えてきたら大変なんですよね。なので今後起こりうることって言ったら、うんうん、いわゆるその持ち合い株がまだまだ売られ続けてるんで、うん、まあ、ここは減っていくんですよ、うん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 、でそうしたらその受け皿として考えられるのは個人セクターでしかないんですね。この少ない97兆円っていうね、なぜなら個人の金融資産ってもう1800兆円って言われてる、うんうん、うちのたった97兆円しか株に行ってない、このメカニズムがあるから、うん、この持ち合い株の受け皿として考えられるのは個人セクターでしかないと思われてるんですよね。こういった環境下において、ええ、まあ、当時の杉本青年は、はい、ここでビジネスするぞと。そうですね、90年代後半にその外国人が日本株の比率をぐっと高めてきた時に、うんうん、当時大企業のね、うん、あの NTT さんとか日立さんから外国人がうちの株どこ買ってるのか調べてくれないかっていうリクエストがすごいあったんですよ、うん、もうじゃあそれを調査しようということで、はいはいはい、まあ、どこがその株を買ってるんだということを、うんうんうん、調べる、まあ、いわゆるその株主判明調査って言うんですけども、始めたんですよね。なるほど。ちょうど IT 化していくっていう時代背景なんです。これをインターネットと結びつけてデジタル情報でサービス化したらもう絶対ニーズあるのになというふうに思ったんですよね、うんうん、でこれがやっぱり、まあ、企業のきっかけというか、あ、はい、なってますね。あ、そうです、あの、うん、詳しいっすね。30年やってますこの仕事そうです、ね、失礼しました、はい、創業事業の、はい、ダイヤルナビにつながるっていうわけですね。そういうことですね。いや、はい、うまくつなげますね。いや、全然してないのに第2話、うん、もう、引き続きちょっとお話聞いていきたいんですが、はい、創業事業の IR ナビ、はい、並びに事業のウェイトも占めてるあの、はい、プレミアム優待クラブについても、はい、あのお聞きしたいと思いますんで、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。